で国家がはっきりとこの個人を尊重する存在として生まれてきたというのが、まあ、フランス革命に見る憲法の歴史の、まあ、端緒始まりなんですね。で、私いつもここで終わるんですよ。よかった、皆さん個人の自由ってとっても大切だしって終わるんですね。で、これ憲法13条にも24条にも個人の尊厳出てきますね。ですけれども、今日はここにはですね、大きな大きな、まあ、嘘か、あるいは、ブラックホール、つまり女性の経験から考えるとですね、先ほどのあの個人〇〇って動いてましたけど、で他の身分、いろんなですね、社会中間団体が否定されたというストーリーを作ってるんですが、ここにも書いてあるように家族は残ってたわけ。あの個人を産んだとされて、あたかも一人ポンとですね、生まれてきたような丸裸にされたような個人、そこから立憲主義は語るんですけれども、実はこの後何が起こったか、フランス革命なわけですね。むしろ女性はですね、他の身分とかですね、いろんな制度を否定したと言いますけれども、その中で残った家族です。家族から、じゃあ女性たちは個人として放り出されたのか、家族も否定したのかというと、そうではなくて、不思議なことに、皮肉なことに、むしろこの家庭内に拘束された、この個人主義、立憲主義、それから、まあ、樋口先生たちが非常にこの立憲主義を理解する上で大切だと思っている個人主義には、私は3つの時代があると思っています。で、まずこの最初の立憲主義は、私は第一世代の個人主義と呼んだ方がいいだろう。つまり実際には個人、あの絵は男性にとっても実は嘘があって、財産を持った男性だけが主権者ですね。実際に投票ができた。日本でも最初制限選挙です。みんなに参政権があったわけではない。普通選挙できるまでには、まあ、数々の、まあ、社会運動等があるわけですね。でもう少し、この時代を下ってですね、第二世代に少し入っていきたいと思います。とはいえ、まあ、18世紀に始まる立憲主義、財産を持った男性だけではなくて、一つは主権者、それまでは財産を持った男性に限られていたものを、まあ、労働者たちの闘争によってですね、公教育を充実しろとか、あるいはつまり労働者であってもしっかりと教育を受けるようになって、まあ、市民として、まあ、自分の幸福は自分で決められるような、そういった主権者に足るような存在になるように、まあ国家に対してですね、いろんな要求をし始めます。19世紀から20世紀にかけて多くの労働闘争の中で、まあ、市民は権利を獲得していくわけですね。ですけれども、その後実はこの一応ですね、社会的権利として男女平等の権利、教育の権利も認められるし、まあ、機会均等、チャンスもそこそこですけれど、まあ、認めていこうという機運が生まれたけれども、まだまだ実はとはいえ、家庭内での女性の役割というのはしっかりと厳し、まあ、きつく、期待はされていました。で、これは男性の稼ぎ手モデル社会、つまり、先ほど世帯主ですね、当初唯一認められていた政治的権利、市民としての主権者だった男性が稼ぎ手であって、でその家族、彼が、まあ、あの残し家に帰るとですね、それを支える妻、役割というものがまだまだ、いろんな構造や、制度や法律や社会保障、税法の中に、まあ、残っていたですね。で、私はこの第二世代、日本は今第二世代止まっています。だけれども現行の憲法というのは、実はそれをこうもう一歩踏み出して第三世代の個人主義で、それを一つ大きく象徴しているのが、私は24条を持っていますが、ちょっとこれはですね、自民党の改憲草案で、もうここまで見てですね、皆さんもう言われたくないですよね。家族助け合いって、その家族からかすめ取っていったのは誰ですか、お金を。で、これを大きくうち一項に入れようとしてますが、実はさっきも少し触れましたけれども、ここに
この24条というのは唯一日本国憲法の中で個人の、先ほどから言っているですね、個人の尊厳という言葉が入っています。でこれとても大切な、私は条項で未だに生かされていると思っていません。なぜかというと、今まで見てきたように家族の中に母役割だったり妻役割だったり娘役割だったりしてですね、家族の中で果たさないといけない役割の中で、まさに本来であればそういったさまざまなしがらみから解放されて自由な夢を見れられる、見れる価値がある個人として尊重されるはずの女性が、あまりにも家族の中の負担が重くてですね、自由になれない。ところが憲法はここにもあります。家族扶養、それからまあ婚姻云々、親族に関するその他事項は個人の尊厳に立脚して制定せよって言ってるわけです。つまりこれは家族の中で非常に重い責任を担わされてきた女性たちの、特に日本のそれまでの歴史の中から学んで、私はここに個人の尊厳唯一です、この中で憲法の中に入れている。この意味はさっき言ったように、個人というのは私はどの部分、女だからってそこだけ評価されることもないし、家族の中でどんな役割を果たしていることによってですね、社会的に評価も受けない、あるいは社会の中で私の一部分、女だからということで否定もされないという非常に大きな、個人という、まあ、理念ですね、理念をまさに家族の中で発揮しないといけないということがはっきり書かれているのを台無しにしようとしているのが、しかもこの日本の現実を見ないですね。これははっきり、家族は助け合ってねと、国は助けませんよ、税金だけは払ってくださいねという宣言ですね。